100万回言えばよかった。広田さんの家で、ゆいがリオと鈴鹿と一緒に写った写真を見つけたとき、直樹が急に苦しみ出したのは、ここで彼が何者かに襲われたからです。彼の手の中にあった花は、広田さんの鉢植えの花で、事件に使われたものと同じ剪定バサミもこの家にありましたね。そして突然、ゆいの前にリオが。彼女はゆいを脅しに来たのでしょうか。事件の調査では、防犯カメラに映っていた宅配業者の男が偽物だったと判明しましたが、リオと一緒に直樹のニュースをテレビで見ていた田中という男は、宅配業者の男と同一人物でした。ようやく発見された直樹の葬式が行われますが、最後のお別れの儀式ができないゆい。遊園地に行けば彼女が何か思い出せるかもしれないと、落ち込むゆいのために、直樹は彼女をデートに誘うよう、ゆずるに頼みます。そこで直樹は、デートを楽しんでいる二人を見て、自分が幽霊として存在することで、ゆいが新しい人生に進めないのでは、と思い始めました。そして、観覧車を見たゆいは、ここでリオと喧嘩したことを思い出し、そのことで、リオと鈴鹿が過去に売春していたという疑いが出てきました。事件は過去と複雑に絡み合っているようです。次回の予告では、直樹と先輩幽霊の正道が、幽霊の人、成仏する方法を教えてください、と大声で呼びかけるシーンがありました。その場で二人を見ていた女性は、成仏できない幽霊なのでしょうか。また直樹は、霊能力のあるゆずるの姉、かなえに、なんで俺消えずにいるんですか?と聞いていて、思い残しがあるからじゃない?と答えるかなえ。直樹はゆいに伝えられなかった何かがあるのでしょうね。彼は自分が幽霊として存在することで、ゆいが幸せになれないと考えているようで、嘘でも一緒にいるって言ってあげてよ、とゆずるが直樹に言うと、ゆいのこと好きなんだろう、と直樹はゆずるに言っていましたね。ゆずるはゆいと関わっていくうちに、彼女の純粋さや強さに惹かれ始め、彼女を女性として意識するようになっていくようです。ゆずるとゆいが接近していくにつれて、直樹は自分が幽霊としてそばにいては、彼女が新しい恋人を持つこともできないという考えが、どんどん強くなっていくのでしょう。そして、リオの荷物の中にあった500万円は、未だに行方不明で。なぜ17歳のリオが、そんな大金を持っていたのかが分かれば、事件につながる過去の何らかの手がかりがつかめそうです。そして、リオがゆいに、ごめんなさい、直樹のこと、と電話で話していましたが、ゆいが彼女に手紙で何かを伝えたことで、気持ちが変わったのかもしれないですね。予告の最後で警察が動いていたのは、ゆいがまた危険な目に遭っているのでしょうか。事件の謎が明らかになりそうな次回が楽しみです。今回第5話では、幽霊になってでも直樹と一緒にいたいゆいですが、直樹の方は自分が幽霊として彼女のそばにいると、彼女は幸せになれないと思い始めています。直樹は彼女が寂しい時に抱きしめてあげることもできません。彼の言葉を通訳してくれるのはゆずるですが、今の直樹はゆずるの力を借りなければ会話すらできず、彼女を助けることが難しいのです。
一途に直樹のことを思う結衣のことを見ているうちに、純粋な彼女のことを好きになり始めている様子のゆずる。直樹は彼の気持ちを知って嫉妬を覚えますが、彼は幽霊になってからの方が人間らしいというか、感情が素直に出せるようになっていますね。直樹の言葉や態度はゆずるにしかわからない。だから自分の恥ずかしいところも出せるのかもしれません。ゆいは彼のそんな姿や言葉を生きているうちに聞きたかったでしょう。そしてクイズ大会では、カップルが互いに思っていることを当てるという内容でしたが、直樹は案外、ゆいの考えていることがわからなかったようです。直樹とゆいは互いの考えはわかっていたつもりですが、互いの過去は知りません。二人はこれから互いに知らなかったことを確かめたかったでしょうね。クイズでゆいの欲しいものがネックレスだったのは、広田夫妻のエピソードがあったからといういいお話でした。そして直樹も、みきこさんの M と同じように、ゆいの頭文字 Y のネックレスをサプライズで彼女に贈ろうと用意していたのは泣けました。平凡なネックレスは普通が良かった二人にとって最高のプレゼントです。ゆずるは尽くすタイプですからと直樹に言っていましたが、ゆいの彼氏がゆずるだったら欲しい言葉ももらえるのでしょうね。しかしゆいには直樹以上の彼氏はいないのでしょう。彼女にとって心が通じ合える相手は直樹しかいないのです。直樹はゆずるの優しさを知り、ゆいのことを彼に委ねようとしているようですが、彼女にとってそれはまだ辛いことですよね。そして事件は複雑さを増してきているようでした。もう一人の事件関係者が出てきたことで、複数の人間がこの事件に関わっていることが分かってきました。防犯カメラに映った偽の宅配業者はリオと話していた田中という男と同一人物で、若い女の子を集めてバレンタインチョコを作っていた場所にもいましたね。そしてそこにいたオーナーらしき女に女の子を送るように頼まれていました。過去にリオや鈴香が売春していたかもしれず、この場所はそのためのものかもと思いました。遊園地でユイが思い出したリオとの喧嘩。ユイは帰りにワンボックスカーに乗ったリオを見かけました。その時の運転手も田中だったのでしょうか。なんとなく英介さんのようにも見え、彼が子供たちを連れて行ったキャンプ場で直樹の体が見つかったことから、事件に関わっているのではとも思いましたが、直樹が火葬された時一人で号泣していた彼を見るとわからなくなりますね。まだ事件の真相はわかりませんが、次回はどんなことが明らかになっていくのか楽しみです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。